my name is Dante! 今日なんと、ちょっとジャパニーズ魂を見せたくて、手打ち蕎麦を作りたいと思います。日本人が手打ち蕎麦ができないようじゃ、日本人って語れませんね。早速、中華じゃなくて蕎麦、僕みたいにね、料理がうまいと、蕎麦なんてちょいのチョイスっすね。Here we go! 用意するものは小麦粉、蕎麦粉、これがなきゃ蕎麦になんないっすね。あと蕎麦包丁、これがなきゃ蕎麦は切れませんね。うっそん、それではこれ全部入れちゃいましょう。ういやーういやー、こんぐらいっすかね。もう大体でいいっす。男のそばはこんなもんっすよ。で、で、適当に。ういや。で、これでこねましょう。うぅ。そば買ったほうが早いっすよ。僕はもうね、自炊系男子なんで、まあ、そばもね、手作りで作れないと自炊系男子になんないっすよね。わあ！こんぐらいにできたら伸ばしましょう。多分こんぐらいです。全然わかんないです。こんな感じでありましたよね。よし、プロいね、これ。おできたんじゃね？できたんじゃね？おお、ういっさー、ういっさー、できましたい。めっちゃうまそうっすね。こっちにつゆがあるんで、いただきやす。なんか太いゴムあるじゃないですか。あれが1年ぐらい経って伸びなくなった時のゴムの食感がしますね。輪ゴム、いやー美味しいって言えないっすね。なんでうまくいかなかったんだろう。なんでうまくいかなかったの。そばまた再チャレンジできる日を、いやできる日とか練習します。そば練習 しときます。ということなんで See you! PDS株式会社。